皆さん、こんにちは。両親に睡眠導入剤を服用させ、自殺を手助けした罪に問われている歌舞伎俳優の市川猿之助被告の初公判が東京地方裁判所で開かれ、猿之助被告は間違いはありませんと述べ、起訴された内容を認めました。そこで今回は市川猿之助さんが起こした事件の経緯を振り返っていくとともに、10月20日の裁判で語ったとんでもない内容を詳しくご紹介していきます。5月18日、東京目黒区の自宅で市川段四郎さんとその奥さん75歳の母親とともに倒れているのが見つかり、両親は死亡が確認されました。逮捕されたのは息子であった歌舞伎俳優の市川猿之助氏でした。猿之助氏は当初3人で死んで生まれ変わろうと話し合い、両親が睡眠薬を飲んだという趣旨の説明をし、警視庁が都内の病院に入院した本人から事情を聞くなど捜査を進めた結果、母親に睡眠導入剤を服用させ自殺を手助けしたとして5月27日自殺幇助の疑いで逮捕しました。調べに対し、両親が自殺する手助けをしたことは間違いありません、私も両親の後を追って自殺するつもりでしたなどと供述し、容疑を認めていました。また捜査関係者によりますと、これまでの任意の事情聴取に対し、週刊誌報道をきっかけに家族で話し合い、みんなでさよならすることにしたという趣旨の説明をしていたということです。両親や本人からは2種類の睡眠導入剤の成分が検出され、いずれも以前本人が処方されたものとみられるということです。ではここから事件の経緯をご紹介します。猿之助氏と両親の3人が倒れているのが見つかったのは5月18日午後に舞台の開演を控える中、午前10時過ぎに東京目黒区の自宅を訪ねてきたマネージャーが発見し、消防に通報しました。3人のうち父親の市川段四郎さんと75歳の母親は2階のリビングに倒れていました。2人は床に仰向けの状態で倒れ、布団がかけられていました。段四郎さんは搬送先の病院で、母親はその場でそれぞれ死亡が確認されました。司法解剖の結果、2人は前日から当日にかけ向精神薬中毒により死亡した疑いのあることが分かります。一方、猿之助氏は2人とは別に自宅の地下にある部屋の奥で見つかりました。意識が朦朧とした状態で病院に運ばれましたが、猿之助氏の命に別状はありませんでした。自宅からは本人が書いた遺書とみられるメモが見つかり、警視庁に対し死んで生まれ変わろうと家族で話し合い、両親が睡眠薬を飲んだという趣旨の説明をしていたということです。翌日には退院し、その後都内の別の病院に入院していました。都内の警察署で本人から任意で事情を聞いたところ、第三者の関与は確認されず、両親が共に死亡していることから、事情聴取はその後も複数回行われたということです。捜査関係者によりますと、飲んだ薬を包んでいた袋など現場に残されているはずのものが一部処分された可能性があり、不自然な点も見られたということで、警視庁が詳しい経緯を調べていました。市川猿之助氏をめぐっては、両親と共に倒れているのが見つかって以来、歌舞伎の舞台の休演が相次ぎ、出演する映画も公開が延期されるなど大きな影響が出ています。当時公演中だった東京明治座で歌舞伎の舞台は急遽代役として歌舞伎俳優の中村隼人さんと澤瀉屋一門の市川團子さんが主演を務めました。また歌舞伎座で公演が行われた6月大歌舞伎でも、出演予定だった昼の部は中村壱太郎さんが代役を務めました。また公開予定だった映画にも出演していましたが、この映画の公開も延期されます。この他にも来年にかけて出演や演出を手掛ける舞台が予定されていたため、歌舞伎界をはじめ影響は大きいと見られています。市川猿之助氏は2012年叔父の名跡を継いで4代目市川猿之助を襲名していました。猿之助氏は立役から女方まで幅広く演じることができる実力派として知られ、襲名してからは先代の猿之助市川猿翁さんが確立したスーパー歌舞伎を受け継ぎ、世界的な人気漫画「ワンピース」を歌舞伎にして評判を呼ぶなど、歌舞伎界を担う一人として注目されており、また最近は
舞台にとどまらずテレビドラマや映画にも数多く出演するなど、歌舞伎ファンの層だけではなく幅広い人気を集めていた役者なだけに、今回の自殺ほう助の事件は多くの人に驚きを与えました。初公判では猿之助被告は髪を短く整え、濃紺のネクタイとスーツ姿で出廷しました。裁判長から職業を聞かれると歌舞伎俳優ですと答え、起訴内容については間違いありませんと認めました。被告は事件について申し訳ないことをした、関係者や支えてくれる人たちを傷つけてしまったと話し、また自殺の気持ちについてはないかといえば嘘になるが最近は少し薄れてきた、もし気持ちを抱いたら病院の先生に相談する、一人では生きられないので支えてくれる人と相談しながら今後のことを考えていきたいと話しました。事件につながった性加害やハラスメント疑惑の週刊誌報道について猿之助被告は、事実ではないことを争うかと関係者に言われたが、そんなことをしても火に油を注ぐ、自分自身が我慢すればと思い耐え忍ぼうと思ったと話し、週刊誌に掲載される記事を見て自殺を決めたのかという弁護士の質問に対し、そんな簡単な問題ではない、今まで自分の気持ちに蓋をしたものが出てきた、悩んで悩んで考えていくうちにそれしかないような負のスパイラルになっていったと話しました。そうした上で、所属する一門内でのパワハラセクハラを中心とした週刊誌の記事を見て、自分がいたら一門に迷惑をかける責任に耐えられないと思い、死んだ方がマシだと考えるようになったと述べ、両親に死ぬしかないと伝えたところ、母親から周囲への説明責任はどうするのか、父親から歌舞伎の公演はどうするのかという返事があった。被告はこれ以上は耐えられない、死ぬしかないと返し、母親からあなただけを行かせるわけにはいかない、一緒についていくと言われ、父親と3人で自殺することになったなどと事件の経緯を明かしました。両親への思いを聞かれると、2人にとって僕が生きがいだったと思うと涙を浮かべ、事件後の心境については涙を拭いながら、申し訳ないことをした、後悔の念でいっぱい、そういう選択、自殺する選択をしたこと、父も母も亡くしてしまったこと、不肖な息子で申し訳ないと思いを述べました。被告の今後について、最初はなぜ自分だけ生き残ったのかと思ったが、いろいろな人と話していくうちに生きていくしかない、自分には歌舞伎しかない、許されるのであれば歌舞伎の舞台に立ちたい、両親にも申し訳ない気持ちはあるが遠くから見ていてほしい、迷惑をかけた人に歌舞伎で償っていきたいとの検察側から供述調書が読み上げられました。猿之助被告は質問が終わって席に戻った時、両目をハンカチで押さえ涙を拭います。検察は懲役3年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。判決公判は11月17日に行われる予定です。今後猿之助被告は懲役3年の実刑判決を受けるのか、それとも執行猶予付けの判決を受けるのか、今後の猿之助被告の動向には注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。